はいどうも、はい、ちょっとメンテナンス編ではですね、いよいよ弦を張っていきます。はい、今回使ってる弦、使う弦はこちらです。サマレスエレクトリックの、0942の中の芯の線が六角形のタイプですね。最近ちょっとね、わしこれにハマってるんで、今回もちょっとこれを使っていこうと思います。ではやっていきます。あおち、これがね、なかなか響きが良くて、多分ね、このチタンのパーツとかのこれもすると思うんだけど、なかなかいいですね。はい、ではいきますよ。フロイドローズなので、オールピースはいっちゃいます。よいしょ、でね、固定だね、よいしょと、逆だね、こっちだね、よいしょ、よし、はい、はい、とりあえずガッと止めました。はい、ではですね、こっから、よいしょ、で次からいこうか、よいしょ、はい、次ゲーム、このペグ全部止めてあるんで、老眼で目が見えなくてもスッて入れられるよね。これ生活の知恵だよね。で、
よいしょ、はい、こんな感じでロックされたよ、これね。で、これでね、もう弦止まってるんで巻く必要はありませんよと。よいしょ、で、2弦やってみましょうかね。ちょっとね、やりづらいね。する方向、823は上で、こんな感じとか、上下に、上下っていうか
一番に沿った上下、うん、上下上下だねの方向にこう伸ばしてあげた方が安定するような気はするんだよね。引っ張っちゃうんでチューニング高くなるんで、ね、最後はこんな感じで合わせてあげるといいと思います。いいですね。うんうん、こんな感じですね。意外とそんなフロイドローズでもなんつうかね、そんなに大変じゃないと思うんだけどね、慣れたらね。はい、というわけでね、こんな感じでキラ光るかな、キラキラ、はい、いつものようなピカピカな状態が完成しましたね。はい、こんな感じですね。キラキラキラ、はい、いいですね、いいですね。はい、こんな感じですね。ちなみに、フレットはね、減ってきたら私自分で擦り合わせしているので、そんななんかね、めちゃくちゃ変に減ったりとかはしてないんだけど、まあ減ってきたらまた擦り合わせのやり方なんかもね、紹介しましょうかね。はい、というわけで参考になりましたでしょうか。高評価、チャンネル登録よろしくね。それじゃあまたねー。